さい、新潟大学の後藤です。どうも今日はおめでとうございます。お疲れ様でした。一番最初にですね、この学校にお邪魔した時に、自律的な態度を養うっていうような研究されているということを聞きまして、あ、一緒だねっていう話になりまして、実は私今新潟大学なんですが、新潟大学も自立と創生ということで同じことをやってる、いや一緒だねということで、いきなり意気投合いたしました。それで例えば ICT があんまり姿が見えなかったように見えるかと思うんですけども、いわゆるガイダンスの部分でどういうふうに学生、生徒が自分の学習状況を把握するかというところで、見えない形で ICT はきちんと動いているというところ、それから学力的にも実はかなり成果を上げているという、今日ちょっと話には出てこなかったんですけども、学力的にもかなり成果を上げていて、多分学力を上げる、授業を改善するということは最大の生徒指導だと思うんですが、生徒指導的な大変なのも多分あまりないというような話でした。で、これがですね、研究をやっているときに多分今お気になって分かるように、かなり細かい、いろいろな膨大なことをやっておられます。でそんな中でどういうふうに整理するかということで、評価システム、支援システム、事業改善というふうにこう整理してみたのがございます。で一番最初に遠山理事長のほかお話がいただきましたように、一般化可能性みたいなところでこう考えたときに、一応こういうモデルを作ってみたんですけれども、他の学校でもおそらく同じようなことをいろいろやっていて、これがどこかに多分位置づいていくというようなところはあるなというような感覚を持っております。でここの研究は最初にですね、特別研究指定になる前に評価システムと支援システムのところがかなりもうよくできてしまっていました。で最後事業改善が後で入ってきたんですけれども、この事業改善どう位置づけるかというのでかなり悩みました。でその結果今日発表いただいたように、事業の中で評価システムでも見取っているような見方をどうやって事業の中で見取るのかというような形で発展させることができるんだということが分かりました。でこの図はですね、矢印でぐるぐる回ってるようになってますけども、矢印が両方に回ってるバージョンとかですね、矢印がとんがってないバージョンとかいろいろありまして、実は何気ないようですが、これかなり考えてあります。でこの要素がいいというふうにも思っていませんので、これをいろいろ批判的にこう乗り越えていただいて、うちの学校だったらこういう形ができるなという形でやっていければいいなと、そういうふうな課題が見えたというのが非常な研究の成果だなと思います。それでいわゆる今お話ししたんですけども、小学校、中学校、大学とですね、自律的な学習態度を育てるということをずっとやるわけです。で中学校でできること、そしてやらなきゃいけないこと、それを踏まえた上で大学でできることをやらなきゃいけないことがおそらくあるというふうに考えますと、アスカの方で提示していただいたモデルというのは、小学校化するとどうなるのか、大学に持っていった場合にはどうなるのかというふうな見方で使えるはずだというふうにこう考えまして、これ教員免許状更新講習の時に、あれ小はですね、小中高といるんです。しかも35、45、55とかいてですね、講師にしてみたらなんか気狂いそうなことになるんですけども、その中でもこれを出しましたら、あ、確かにアスカいいことやってるねと、これは自分たちの高等学校でも考えることができるよねっていうような形でですね、受け入れていただいたということがございます。そういう点で非常に私も勉強させていただいたという研究でした。ということでどうもありがとうございました。